コロリングゲームズの米軍でございます。前回ですね、まあ総理に報告も済んで、まあ自由時間みたいな感じになりました。そしてですね、次の章に進むにはこの真ん中のライフタスクの達成度をどんどん 100% にしていくと話が進むという感じになってるそうなので、まあこれをちょっとね、今回はやっていこうと思います。調合しようとか依頼しようとか、あと内部諸島で戦闘するとか、こういうのがあります。で、左右のやつはまあおまけみたいな感じで、もちろんこれは、僕は達成するとは思いますけども、まあ動画的にはカットはするかと思います。なんか見たいのがあればおっしゃっていただければ、やるかとは思います。基本はこの真ん中のストーリーに関係ありそうなところをどんどん進めていきますので、よろしくお願いします。というわけで、おいこかステラード、南部諸島の調査せなあかんらしいんで、行きましょう。手際よくやるわよ。はい、というわけで、と言ってもまあ基本は探索と戦闘なんでね。見たことない。オッケーオッケー、進んだ、ピローンって進んだ。今自生の野菜か。あ、先生、ほんでまだ残ってるものなんだな。調査できることも増えたんですよね。あの上のゲージが拾えるものは拾っておいた。はいはいはい。この植物は残ってる、残ってる、残ってる、逃げる逃げる。これでゲージが多分マックスなるから、あ、なりましたね。画面のあたりがざわざわする。で、矢印で、異物発見、希少材料変異、採取分と。じゃあやっぱ異物発見いきましょう。これなんかレアなアイテムがゲットできるんで、これやりましょう。中間素材、液体、硬い?いや、液体いってみようか。じゃあ中和剤、青。全然異物とかなんでもないやこれ。普通に調合できるやんなあ。ビビリやわ。これ古い錬金術の道具だわ。正直ちょっとビビったわ今俺な。ほいほい。これはオッケー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 。で、やる気ゲージはどう、なんかいろいろ目的とかライフタスクが達成するとやる気が増えるんですけども、やる気が増えたらどうなるんやろ。この真ん中のバッとグッと、右に行けばグッドがどんどんなるらしいんですけども、ちょっとまだ分かんないですけども、よし次に行くか。次に行くか。というわけで、一応モンスター倒して次に行こうと思います。やあ、それ OK です。じゃあモンスター全部倒したんで別のマップに行こうか思いますけども、このまだゲージ上溜まってたんで、希少材料変異、これやっておきましょう。希少な材料、素材の発見に力を注ぐ。これで前はこのまま出ても大丈夫やったんです、引き継がれたんですけども、どうなんやろ。どこに向かうの。引き継がれてますな。 OK OK。 ではいやー、日付たたんでマジめっちゃ安心やわ。南部諸島を調査したいから、ここ一回行ったことあるから、ここかな、ここもあったっけ、あるか。ここがないか。じゃあここ行きましょう。日付たたんのが嬉しいなー。いろんなものが手に入るといいんだけどな。これ何、これ何、これ、何でもなかったわ。というわけで、ここも希少材料変異中で、なんかレアなアイテムが出やすくなってるんではないでしょうか。と、変わったの見つかる。ウサギの角めっちゃレアやん、これ。どう考えてもな。動物の体っていろんな使い道があるの。なるほど。無駄なんて何もないわ。かっこいいこと言うてんな。レンズ豆とかええんちゃう。何に使えるかしら。どれも何使うか分からんけど、レンズ豆。じゃあ日付たたんからもうやりたい放題。あ、でもあれか、カゴがマックスなると結局お持ち帰りができなくなるのか。秋101めっちゃ持って帰れるやん。なんだなんだこのゲーム、すげえ親切なゲームになってくれたな。これ初めて見た。海底電動回数圧縮、ヒットポイントプラス10。いいやん。やっぱ希少材料変異発生させておくといいですね。あ、で、あの左上の、巻物が ×1 ってなってんのが依頼、受けてて、かける3テラっていうのが依頼受けてるやつがもう達成してます、あとは報告してくださいっていう状態ですね。歪んだネジ、昔のものって見てるとその頃の様子が目に浮かぶようで楽しいのよね。長ゼリフやったな。あと依頼じゃあ何、あ、これが水か。水がどこに手に入るのかちょっと僕はまだ分かってませんな。砂か。砂、こんなもの何に使うの。お前に言うてもな。 OK、 よし次に行くか。次に行きましょう。というわけで、希少材料発見で、最終分担は一気に全部回収できるんですけど も回収終わったマップでこれやってしまうと大したもんしか出ないので、次のマップで
やるのがいいんじゃないでしょうか。でもまあ異物発見やりましょう。これが楽しいんで。ほれほれ、糸。糸っぽいな、これ。液体は絶対罠やからあったかんから、加工品かな。これいきましょう。手巻きうさぎ毛糸。ええもんゲットしましたよ。よし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 。楽しいなぁ、なんかやっぱり。じゃあ、一応またモンスター全部倒して、次に行きます。オッケー、敵全部倒しましたよー。じゃあ次、別の場所移動しましょうか。ほんでね、真ん中のやつが、これが、南部諸島で最終分担をするっていうのがまた増えてましたんで、あとこれか、北条の海北部を踏破しようっていうのが、ほんと、どん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 これ増えていくんでね、やりたいことだらけですよ、マジこれ。うん。これ多分時間を廃止しても、ほんまやることめちゃめちゃ増やしたんでしょうな。じゃあ南部諸島で、南部諸島で背中にやったっけあれ。これか。南部諸島で最終分担をするっていうのがあるので、これをやりましょうか。ここ行ける？ここ南部諸島。OK。ここ行こう。では、早速最終分担します。どうしようかな。特産重視。特産重視やろ、やっぱり。さあどうなる？見たことない。記録しておこう。パルマ、ええやん。みんなで協力して進めましょう。めっちゃ取ったな。マジめっちゃ取ったぞ今俺。するとどうなる？ライフタスクがマスター、展開したか？これ達成したよな。あ、今度フィールドイベント5回使用するとか、なんかもうどんだけ増えてくねんな。マジかこれ。ほいでほいで。あれなんか強そうなやつおったけど、あれ大丈夫？これやばいよな。これやばいな。これはちょっと僕やめときますよ。さすがにね。これでワップ戻って。どこに行こうかな。次じゃあどこ行く？なんだこれ、やりたいことだらけやな、このゲーム。すごいな。フィールドイベント。北条の海北部を踏破しよう。これやってみようか、じゃあ。北条の海北部ってどこ？あれ？ここやんな。いかんかったっけ？あれれれれれれ？過去に行ったものは無意味になるんかな？そうかそうか。オッケー、じゃあ、これもう一回行ってみましょうか。オッケー。役に立ちそうなものが見つかるとありがたいんだからな。オッケー、じゃあ、ここも適当に、達成しておいて。動物の体って、いろんな使い道があるの。あ、じゃあ、これはこれでいくか。無駄なんて、最終分担で、特産重視。手分けして採取しましょう。いやいっぱい取ったで。これで出ても OK なんでしょうかね。やっぱり踏破に入るか。さあどうや。次はどこだ。あれ踏破したことならんの。あれマジか。北条海の北部踏破しよう。これどうやったら踏破ってことなんでやろ。なぜやな。北条の海北部。ここ北部やんな。違う？本当？じゃあ一回セーブしようか。うん。セーブ大事やな。OK、もう一回帰ってきて、踏破っていうぐらいから全部倒さなあかんのかな、敵とかも。私たちの勝ちです。OK、レベルアップで、スキルを。錬金術師の才覚。ええやん。また目標船の戦士の掟。この経験ステルス活かせ、いろいろゲットしましたよ。これで、ほんで安心して歩き回れますね。これであれが達成されないですか。なぜだなぜだ。どうやったらこれ達成できんねん。北条の海北部を踏破する。なんか足りてないか。いや、やり込んでるよな絶対に。異物とりあえずゲットしとくか。じゃあ燃える加工品。よし、うさぎケイトやろう。で、これでワールドマップ出てみる。完全踏破したつもりけど、どこに行こう。あれ？なんや、どうやったらいいんや。花丸。これ他の上のように達成しないとここはいけないってことか。北条の海北部を踏破しよう。うん、ちょっとよくわかんないっすな。どうしようどうしよう。とりあえず一回帰ろうか。回数使えるもんが減ってきたんで、一回ちょっとステラドに帰ります。お、なんかイベント来ましたよ。シャリ、自分の腕を見つめてどうした。肉でもついたのか。そういうボケたことも言うんやん、コルテス。もう違います。そうじゃなくて、力こぶが
少しだけできるようになったな、うん、レベル上がったからな。昔から小さいとかそうやってからかわれてばっかりだったけど、うん、私だって変わってるんだから。かわゆす。ふん。それじゃどれだけ強くなったか見せてもらおうじゃないか。なんかバトルイベント、もしかしてバトル系。なんちゅうことすんだお前。おコルテス兄様、おい、ちょっとは手加減してよ。マジお前最低やな。悪い悪い。しかしやっぱりまだまだだな。コルテスあかんな、このキャラクターやっぱり、あんまり強くなられたら守りがいがないしな。シャリーはそれくらいヘナチョコなのがちょうどいい。存在意義なくなるからな、まあ言うても。ヘナチョコ。かわよすやがな。なんじゃこれ。お、なになに、脱ヘナチョコってなんか今一瞬出たけど、なんやったなんやった、落ち着いて。おじいちゃん、我々は嬢様が無事でそれで良いのです。オッケーオッケー、サンキューサンキュー。お、なんか増えてるやん、人、他の人たちに関係することがまとめてあるよ。はい、脱ヘナチョコ、あ、さっきのね。ヘナコじゃないんで、コルテス兄様ひどい子になったらもう強くなって見返してやるんだから。冒険者レベルを指定のレベルまで上げる。50まで上げなあかんの。遠いな。遠すぎやろ、いくらなんでもな。バスケス地方で戦う。なんかほんまいっぱいあるな。すごいな。うん、ワクワクが止まらんとはこのことやけども。じゃあ、とりあえず一回、本部に報告に行ってみようか。依頼は、達成してるのがあるので。これこれこれ。報告する。イエスイエスイエス。金欲しいんでね。一気に。で、あ、いいんですよ。ごめんごめん。いいんですよ。ごめん。いいんですよ。まだやった。これもいけるな。報告する。あれ？あ、これ報告し、受けてなかったのか。報告。これ報告。オッケーオッケー。とりあえずいっぱい報告しましたよ。よし。お仕事頑張ろうもいろいろ達成。そしてこのお姉さんに、ちょっとアップで見ておいて、お依頼をこなそう、達成してるで。ほんで、あと、目抜き通りにカトラちゃんがいるのかな？我らが、今んところこれ最高の姫。うわ、この足、ちょ、見て。もっとアップできへんの？このゲーム。できないか。お待たせしてた品物、揃えておきました。うん。どうぞ、見ていってください。ええやん。マジ、この子が俺、今回の？メインヒロインかもしれんぞ。これ買えるよな。オッケー、買おう買おう。これでいっぱい。オッケーオッケー。布切れいろいろありますね。うん。まあ、とりあえず金は節約しつつ、買い物で気分転換もやっと達成したぜ。楽しい。めっちゃ楽しいっすよこれ。ねえ。よしよし、これで本を読んで、炎に魅せられし男を読みました。フラムゼッテル黒いパウダー中和剤緑。いいやん。フラムとかも作れるかもしれんな。じゃあ。気づけたたんの嬉しいよな。なんかこうやりたい放題やもんな。どれを調合しようかな。アフランまだでしたわ。神がいんのか。あ、錬金レベルも足りてない。なるほど、いろいろと足りてない状態ですね。 OK です。では、これで次回かな。うん、またいろいろこんなイベントをこれかこういうの達成しつつで、可愛らしいイベントなども、見せていければと思いますのでよろしくお願いいたします。では次回をお楽しみに。ありがとうございました。シャリステラさんでしたか。自分はペリアンの秘書、リンカと申します。うん、リンカちゃん。